もう音が聞こえてきました。今からでは間に合いません。まだ文章を打つだけの余裕はあります。事の発端は先月の14日でした。私の通っている高校の近くに自衛隊の駐屯地があります。その脇の砂利道をまっすぐ進んでいくと、周りには畑が広がった道に出て、さらに行くと砂利道を通しただけの薄暗い森に入ります。この森は昼間でも薄暗く非常に肌寒い場所で、夏でもあまり暑くならないので、うちの学校のマラソン授業のコースに使われています。あの日も体育の授業でマラソンコースを走っていたのですが、正直なところ私はこの授業が非常にかったるく、友人以後優とします、二人で最後尾をダラダラと走ってました。森も半ばに差し掛かったあたりで優がここらで休んでいくかと私に向かってタバコを吹かす動作をしてみせます。私もよし来たと二人して近くの木の下に座り込み一服を始めましたが、その時向こうの方から体育の担当教師が走ってくるのが見えます。途中で具合が悪くなった生徒や私たちのようなサボり組がいないか、教師もコースを走ってくるようになっているのでした。ただ今日はいつもよりも現れるのが早かった。やっべ、あいつもう来たし。優が言う通り、私たち二人はこんなに早く教師が現れるとは思ってもいなかったので、まだ手には火のついたタバコが握られています。とっさにタバコを隠しても匂いでバレるのは確実でした。バレたら定額ものです。とりあえず教師はまだこちらに気がついてはいないようなので、コースを外れて森の中に逃げ込むことにしました。今思えばあんなことになると分かってれば、私たちは森の中などには逃げず、喜んで定額の罰を受けたことでしょう。がその時はその後起こることなど知る由もありませんでした。しばらくコースを外れて走っていた私たちの目の前に思いもよらぬものが現れました。巨大な2階建てバス、塗装は錆びてほとんど剥がれてます。広告のようなものが貼られていた形跡もありますが、ほとんど朽ちてしまって読み取ることはできません。私をゾッとさせたのは、この巨大な2階建てバスがこんな森の中にあるという事実でした。周りは鬱蒼と木々に囲まれており、周りにも大型車が通れるような道は見当たりません。昔この辺りに道路が通っていたという話も聞いたことはありません。ただならぬ不安感を覚えた私は優にすぐ引き返すように言いましたが、いや、まだ匂い取れてねえし、やばくねえ。それよりこの中見てみない？面白そうじゃん。優は止めるまでもなくバスに向かってズンズンと歩いていきます。私も仕方なしに優の後を追ってバスに向かいました。バスの扉はギギギギギと音を立ててゆっくりと開きました。私たちは優を先頭としてバスに乗り込みます。入り口に入ってすぐのところに2階へ続く階段が伸びています。まず私たちは1階から奥へ進んでいくことにしました。ゆっくりと周りを見ながら進んでいきます。車内は埃だらけで、座席には古びた雑誌やビニール袋などが散乱していました。その時ふと車内の一番奥の方に何か黒いものが落ちているのを見つけました。なぜかは分かりません。それを見た瞬間、私は得体の知れない恐怖に襲われました。額から油汗が噴出し、鳥肌が立って吐き気がします。おい、もうそろそろ戻らないか、時間もやばくなってきたしさ。耐えられなくなった私は優に催促しましたが、彼は聞こえていないかのようにずんずん奥に進んでいきます。そして黒いものの場所へたどり着いた優はそれを拾い上げました。私も優の元へ駆け寄ります。なんだこりゃ、バッグ？
それは黒くて薄汚れた真っ黒な手提げバッグでした。優が恐る恐るバッグのファスナーを外していきます。私は止めたい衝動に駆られましたが、声を出す勇気もなく、ただそれを見ていました。バッグの中には何も入っていませんでした。優がつまらないというようにため息をつきます。ダグ、せめて札束くらい入れておけって。冗談を言っていた優が変な声を出してバッグを取り落とします。落ちたバッグには無数の引っかき傷がついていました。よく見ると人の爪のようなものが数箇所突き刺さってます。と急にバスの2階、自分たちの真上から大きな音が聞こえます。私と優は顔を見合わせました。お互い真っ青でびっしょり汗をかいてます。優は何やら口をパクパクとしていますが、声にならない音が漏れてます。また2階から音が聞こえます。何かが這うような音や爪で何かを引っかくような音がします。パクパクしていた優の口から言葉が発せられました。行けよ入り口、走れて早く。私は弾かれたようにバスの入り口に向かって走り出します。ガリ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 ズズズと、それを合図にするかのように2階の音が急に大きくなり、恐ろしい勢いで1階へ通じる階段へ向かっていきます。優が私の後に続いているのが分かりましたが、後ろを振り返る余裕はありませんでした。音のものに先にバスの出口に行かれたら終わりだという得体の知れない恐怖だけがあったと思います。走っている最中、埃が舞って最初は気がつかなかったものもよく見えた。至る所に引っかいたような傷がありました。紙一重で私たち二人はバスの外へ飛び出します。まだ後ろからは何かを引っかく音が聞こえます。私たちはそのまま森を走り抜けて学校へ逃げ帰りました。学校に着くと教師にひどく怒られましたが、何を言われたのかはよく覚えてません。本当の問題はその後でした。次の日から優が真っ青な顔をして学校へ来るようになります。訳を尋ねても自分の頭をガリガリと爪で引っかき、うつろな目をしています。そのような状態がしばらく続いていました。私は心配になって優の家を訪ねましたが、彼の母親によると優はあの日の晩出かけると言って家を出たきり戻ってないとのことでした。優の母親も今までも何度かそのようなことがあったのであまり気にしていないようでした。そのうち優は学校にも来なくなります。優からメールが届きます。どこに行っても無理だった、扉は閉めておけ、目はいい。音が扉の前に来ました。優はひどいありさまでした。